先攻 HH を後攻ツーフェイスでいきたいと思います。レディーファイト。横から始める、まずは一歩目、これもミリ単位でしてのでの目標にしかならねえ。また奈良県じゃなく俺は福島いわき市しょって浜風運びに来たぜ。どこまでも行け、これはまた意見、意見と意見のぶつかり合い Two-Face、yeah. よろしくな。お前のミリ単位じゃ計り知れないものがある、それを分からせるぜ。俺はメッシャーの方生まれ、ずっと伸ばし続ける Yeah、 これがビッポイスタッフ。お前は何がしたい、ふざけた名前、まあそれよりも中身で語ってくれよな。 What's up ビッポイ、お前のビジョンを見せてくれよ。俺はこれでシーンを変えるつもりだぜ。おうさ鉄板の話なんてクソくらいだぜ。俺は俺のスタッフアンダークラウンドからレペゼンだぜ、yeah. いわきはヤバいやつがたくさんいるのに、そいつらは名前が上がらないんだよいまいち。だから俺は来年の夏ぐらいにイベント開く、いわきでバチバチにかます、このフリースタイルも、yeah.これが俺のビジョンだ、目標、あくまで目標にしか過ぎない。ゴールなんて見えじゃない、俺のゴールはもっと先、俺が進む道、それが奇跡、yeah! ごめんな、俺はもうパーティーを始めちゃってる、すでに終わって次は浅草、ステップアップ、それが必要。お前にできてないこと、いわきの街がイケてる、でも別にお前は何もイケてねえぜ。そっからイースト、ヤンキースめっちゃいいね、俺もニューヨークじゃん。そしてレップ、それをちゃんと広げるぜ、ウェスサイの方にも届かせ、まるで Do for Love とか聞きながらいい感じにリズムアップ、yeah!US もいいが、やっぱ俺はジャパンのミュージックヒップホップに食らったならば、逆にお前らのことも、いや俺の日本語ラップで食らわす、その気持ちを見せる、いやまずは一段一段上がっていく、血が頭にのっぽってる、それでも俺ビートに連れてもこの気持ちは変わらない。Yeah, そんなクソな嫉妬なら棚の中にしまってくれよ。俺も US 好きだけどちゃんと大和魂持ってるぜ。そういうラップさ、まるで日本団地だけど裏路地では一生ジャンキー。それはそのはず、やっぱグッズ詰める、ただひよった街浅草っていうの、やっぱ巻きながらローリン、お前と日々コーリンとかしたいような感じさ、いつも通りでやれば俺はもうすでに勝てるぜ。終了。レッツジャッジ。赤3対0で勝者ツーフェイス。ありがとうございます。